皆様こんにちは。スピリチュアルヒーラー川島たか子の自由に話そう。本日もよろしくお願いします。まずはこちらから番組中にメッセージをいただけましたらご紹介させていただきます。ツイッターの方ですね、アズパン、アットマークつけなきゃダメだ。アットマークアズパン FM、 こちらまでメッセージをお待ちしております。そして次はコロナ対策ですね、こちらの方では出演者スタッフともに検温を行い、換気は50分に1回行っています。そしてね、番組入れ替え時にはスタジオ内すべて消毒しております。そしてね、今マスクをしておりませんが、この部屋の中には除菌機器を投入しておりますのでご安心ください。そしてこちらです。鳥小屋アズリ FM の方では番組応援の会の会員募集をしております。この番組が好きという方に朗報です。番組応援の会に入会することで、スタッフルームからの見学やテレビ電話出演など、あなたも番組に参加することができます。詳しくはホームページの方よりお申し込みください。はい、ではですね、まずは先週というかね、この間のに、週末の、活動報告の方からいきたいと思います。先週末はですね、タンポポの里のシェアハウスの方でやっております、チャリティー占いの方を、やってまいりました。今回はですね、もうね、常連さんになっておりますワンちゃんの、バニラちゃんとコロンちゃん、そしてね、今回は、猫のね、いちごちゃんという子が、飼い主さんというかね、里親さんとともにご相談に来ました。それぞれね、特にね、バニラちゃんとかはね、もうテンションすごいマックスに高めで、この話聞いてっていう形で来て、すごくね、私との約束事があったんですけれども、それを頑張ってるよっていうのを報告したかったみたいなんですね。そしてね、いちごちゃんはね、ちょっと緊張してたんですけれども、新しいお家に行ってね、そこでのことをちょっといろいろ話してくれました。そしてね、それをね、飼い主さんの方に伝えることによって、これからね、それぞれまたこの先の流れっていうのかな、それが変わっていくようなヒントになればと思ってやりました。でね、こちらのチャリティー占い、来月もやる予定です。そして、年内はね、次12月の25日までちょっと開催ができなさそうなので、もしね、ご自身のお家の子、あるいはね、もうすでに天国に行ってしまった子、そういった子たちの声を聞きたいなと思われた方、ぜひこちらの方までご相談に来ていただければと思います。そしてね、このね、実際、この日、チャリティー占いだけではなくて、触れ合い会というのも実際やってるんですね。そちらの方のお写真がこちらになります。今回はね、ちょっと上に書いてありますけどね、ここのシェアハウスから卒業したゆきじちゃんの、ママさんたちが遊びに来てくださったんですね。で、今回ね、そのね、ママさんの方の、ブログからちょっとお写真借りたんですけれども、わかりやすいの見えるかな、右上のね、ズボンの間に座ってるのがチャップという、私がね、北区の方の多頭飼育崩壊の現場からレスキューし一緒に行った時の子なんですけど、もうね、すっかり慣れてます。最初の頃はフーフーファファ言ってすごかったんですけれども、今やね、もうね、このゆきじちゃんのママ大好きなんですね。こうやってもうね、来ると早く座ってって言って座らせて、自分は真ん中にドンと入っちゃうっていうね、本当にね、しっかりしててね。で、それぞれ個性があるんですけど、触れ合い会の日は、本当にね、人とね、こう、交わりたいというのかな。そういう子はね、どんどん下に降りてきたりするんですけど、そういうのに慣れてない子は、右側の真ん中の写真にあるように、棚の上でね、まったりとしながら、来てるお客様たちを見てっていうようなスタイルで過ごしています。そしてね、その逆にその下にいるベージュっぽいね、柄のこの子ね、実際右目がもうすでにないんですね。ちょっと病気で悪くなってたのをずっと眼球残してたんですけど、本人が辛そうなのでっていうことで摘出をして、その後はね、すっごい元気になって、この子ね、面白いのは、お尻をトントンしてって近づ、そばに来て背中向けるんですね。
それでね、お尻トントントンってやると、今度トントンされながらどんどん進んでっちゃう。それで進んでってどうするのかなと思うと、ご飯食べるスイッチが入って、そこでね、ご飯食べ出すんですね。それでまたしばらくすると戻ってきて、また背中こうやって見せて、お尻トントンしてっていう、やるね、すごい可愛い子なんですね。それもね、やっぱりこういう触れ合い会に多くの人が来ていただいて、それぞれの子のね、個性、に合わせてっていうのかな。で、触れてくれる。でね、一番上の今卒業猫のゆきじちゃんは、このね、シェアハウスの中でもね、どっちかっていうと棚の上の方にいて、全然近いとこなかったんですよ。なんだけど、今はこのお家に行ってからもうお姫様です。扱い方が。ママこっち来て。もふもふやってとか、いこいこしてとかね、すごいメッセージ出す子なんですよ。だからね、猫もね、みんなそれぞれ性格が違うので、来月もね、触れ合い会やりますので、ぜひ来ていただけたらと思います。ちなみにね、下でね、抱っこされてる、ね、子猫がいるんですけど、これ、うちの猫です。あまりにもうちで、なんていうんですかね、うちの子は12歳の子かな？と一緒なので、なかなかこう、言うこと聞かないんですね。で、シェアハウスに連れてったら少しは、鍛えてくれるかなと思ったら、まあ、次の写真です。もうね、どこのうちの、どこに行っても全く物怖じせず、話した瞬間に、もう、シェアハウスの中、自分の家かというぐらいに走り回り、遊び歩いて、で、逆にシェアハウスの子たちが、逃げてしまうっていうようなね、そんなことになってしまって、全然、鍛えられませんでした。この子はね、なんかね、やっぱ性格なのかな、我が道を行くという感じで、今回はちょっといい勉強になりました。これからね、ちょっと鍛えていきたいと思いますけど。そしてこのシェアハウスのオーナーさんとしては、次の写真にもあるんですけれども、実際この子、野良猫としてね、家の周りをうろうろしているグレイちゃんなんですが、野良猫なんですけど、実際家の中に入ってスリスリゴロゴロして、挙句の果てに抱っこまでされちゃうっていうね、野良猫なんだか家猫なんだか分かんないような子なので、どうにかしてやっぱり外は危険が多いので、中に入れたいと思って、オーナーさんとかで、そしてこの子の気持ちを実際聞いてみたりとかして、何回かチャレンジしてるんですけど、まだちょっと折り合いがつかなくて、今回もお外待機になりました。そして中に入れないのでっていうことで、今オーナーさんはお外のお家を作ろうと思って、今頑張ろうかなというふうに考えてくださっている。それぞれのね、この一番ベストな状態を考えてくださる、とても素敵なオーナーさんの、シェアハウスとなっております。来月ね、よかったら皆さんぜひ遊びに来てください。そして今後の予定かな、私ね、今週末、もうね、あと数日ですけれども、相模原夢マルシェの方を開催いたします。こちらの方もね、とてもね、素敵なメンバーが集まってますので、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。そしてあっという間に9月に入るんですが、9月に入るとね、立て続けに3回、心と体が喜ぶ癒しフェスティバルの方に出展いたします。まず、9月4日。こちらはね、横浜になります。横浜のワールドポーターの方である、横浜の心と体が喜ぶ癒しフェスティバル、こちらの方にも遊びに来ていただけたらと思います。そしてその翌週はですね、9月11日、浅草で行われます心と体が喜ぶ癒しフェスティバル、今回ね、11周年ということで、特別な、なんかこう催し的な感じっていうのかな、でやる予定ですので、ぜひ、もちろんね、ここね、鳥小屋ズよりも台東区ですからね、浅草の台東館の方に遊びに来ていただけたらと思います。そしてね、1週空くんです。9月の18日が、先ほどのチャリティーの占いをやるので、その翌週になりますけれども、9月の25日、こちらは今回、厚木ですね。駅で言うと本厚木になるのかな。で、2回目の心と体が喜ぶ癒しフェスティバルの厚木会場ですね。こちらでやりますので、お近くの方はぜひ遊びに来ていただけたらと思います。はい。もうね、なんかね、来月9月は心と体尽くしなんですけれども、その後の、募集っていうのかな、
夢マルシェの方もね、この後ずっとイベント続くので、そちらの募集要項それぞれ紹介したいと思います。10月10日の祝日ですね。昔は体育の日って言ってたんですけど、なんかスポーツの日っていうらしいんですよね。うん、月曜日の祝日になるんですが、ちょっとね、新座と言っても、なんていうのかな、駅の方ではなくて、住宅街の中にある会場なんですけど、一軒家カフェの方で行いますので、詳細はですね、Facebook とかで、夢マルシェと検索して、新座の会場を見ていただけたらわかるかと思うんですが、こちらの方初開催いたします。そして、出店者の方も募集しております。実際に一軒家カフェなので、多くの方は出店できないんですが、すでに申し込みがもう始まっている状態で、実際出てみたいという方からもお問い合わせ来てますので、お早めにお申し込みをいただけたらと思います。そして続いて次はですね、11月3日、高松の方でやります夢マルシェ第2回目ですね。こちらの方の出店者も募集しております。で、前回は土曜日だったかなに開催してるんですけれども、今回は、ちょうどね、木曜日の日になります。このね、ラジオがどうなるかっていうところなんですけどね、これが終わってから高松に向かうと間に合わないというなので、ちょっとどうなるかわからないんですが、11月3日の木曜日の祝日ですね、初めての祝日開催ですが、高松夢マルシェ、こちらの方の出店者も募集しております。そして続いてですね、名古屋夢マルシェ、こちらは11月の12日の日ですね、土曜日に、名古屋の方で行います。こちらね、なんかもうすごい問い合わせが来ているので、ぜひ年内ね、名古屋は最終になるのかなになりますので、興味がある方はお早めにお申し込みをください。そして続いてですね、12月の17日、橋本夢マルシェですね。こちらの方の募集もスタートしております。昨年12月に橋本の方はスタートしてるんですが、12月はね、やっぱりクリスマスとか年末って意味もあって、非常にのお客さんが多いんですね。で、今回は、ちょっとワークショップとかそういったものもどんどん入れていきたいと思ってますので、興味がありましたら、お早めにお申し込みください。そして次ですね。京都夢マルシェ、ちょっとね、順番逆になっちゃってるんですけれども、コラボでやります。京都開運夢マルシェですね。こちらは12月の4日、あれ3日だっけ、4日だよね、4日の日曜日に京都の方で行います。今までのホテルとは違って、公園に隣接されている、ホールの方でやりますので、ちょっと雰囲気がね、また違うかと思います。ぜひね、こちらの方もお早めにお申し込みください。そして年明けですね、1月29日です。岡山で初開催になります。開運夢マルシェの岡山ですね、こちらの方も募集スタートしております。会場はとてもお城のようなね、とても素敵な会場で、同時開催で、会場の外でフリーマーケットがやっていたりとか、あと近くにね、要は地場野菜っていうのかなとか売ったり、お魚も売ってたりするような、なんて言うんだろう、あれは道の駅みたいなのかな、そういうのがあったりする、とても楽しい場所なので、こちらの方も出店者の方を募集しておりますので、お待ちしております。はい、すごい巻きで言ったけど、これでとりあえず OK かな。はい。で、続いて、タンポポの里ですね。はい。タンポポの里。この間のね、多頭飼育崩壊の緊急レスキューの後の、相模原の方での、緊急譲渡会も無事に終わったようですが、まだまだタンポポの里の方で保護している子たちがたくさんいます。譲渡に向く子、向かない子、分け隔てなくタンポポの里の方では保護しておりますので、その猫たちのサポーター制度というのをスタートしました。興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひこちらの方にね、登録をしていただけたらと思います。
なんていうのかな、もしサポーター制度みたいなのはまだちょっとっていう方は、タンポポの里のホームページの方より、例えば寄付金の形であったりとか、あと寄付の、物品ですね。今、成猫で100匹ぐらい、そして子猫だけでね、今ね、60から70匹ぐらいいる状態なので、毎日フードとか、おトイレの砂とかっていうのがもう消耗品ですね。そういったのがどんどんなくなっている状態なので、そういったものでも寄付していただけたらというふうな形になっております。詳しくはタンポポの里というふうに検索していただいて、ホームページの方をご覧いただけたらと思います。そしてね、多分、あと来月の終わりぐらいには多分カレンダーのお話なんかもできるんじゃないかなと思うんですが、そちらもまたスタートしましたらご案内させていただきます。はい、それではゲストかな？合ってるよね。今日はね、ゲストと多分、トークがいつも盛り上がりすぎて、時間が足りなくなってしまうので、すごい巻きでやってみました。今回もっと言った方がいいのかな？ゲストはこちらになります。祈祷師で開運アドバイザーをやっております JJ さんをお呼びしたいと思います。どうぞ。どうもなんですけども、なんかもうそろそろゲストって言われて、なんかもう僕の写真出てきて、またこいつかってなりかねてないですかね。いや、結構なんかね、楽しんでるみたいですよ。そうですか。なんかもう川島さん、多分ゲストが足りなくなったら、多分こう僕のところに声がかかってくるのかなっていう。まあそれも否定できないところはあるんだけど。絶対空いてるだろうぐらいに思ってるでしょ、もう本当に。いやもうね、呼ぶとほら話題がいろいろ出てくるから、呼びやすいです。ぶっちゃけ。いや、なんか先々週ぐらいでしょ、フェニックスくん。そうです、ね、あの日帰り会ってました？よくご存知ですね。うん、だって J って書いてあったから、絶対 JJ だなと思って。ちょっとね、男の身してたんですよ。あそこのホルモン屋で。やっぱりそうだったんだ。まあほら、彼生肉好きなんで。ちょうどね、フェニックスさん出ていただいた時に、はいはい、次はちょっと濃いめメンバーでやろうかっていうことで、フェニックスさん、JJ さんという、この2ショットをここで見たいなっていう。いいんすかね。ちょっとなんかね、どういう話題が出るか面白いかなっていう。っていうより、でかい3人並ぶと、ね、多分並びきれない可能性があるんですよ。ちょっとね、圧がすごいから、もうちょっとコロナ落ち着いてからかな。あ、ツイッターになんかコメントが届きましたと。バニラちゃんのお母さんたちかな。いつもね、メッセージくれるんですけど。ああ、やっぱそうですね。この間のね、チャリティーイベントに来てくれた、バニラちゃんとコロンちゃんのお母さんからですね、ママさんから、こんばんは。日曜日のチャリティーイベントではお世話になりました。バニラとコロンも今日のお話を聞いています。次回もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、このバニラちゃんとこね、お散歩あんまり得意じゃないんですよ。このちょっと見せてちゃって、見えるかな。あ、見えますね、この、このね、座ってるんじゃなくて寝てる方の、お耳が白い子なんですけど、この子ね、お散歩あんま得意じゃないっていうのに、川島さんのとこに行くよって言うと、一番最初にダッシュして来るっていうね、すごい可愛い子なんです。なんかモテてますね。すごいんですよ、動物には。そう、動物だけにはモテんのよ。もうね、バニラちゃんはなんか、もうキーワードを川島さんっていうのを覚えてくれてるみたいで、それを言うと、もうこのコロンちゃんはどっちかっていうとそれに釣られてくるタイプなんですけど、バニラちゃんはもうね、聞いてがすごいんですよ、お話を。これやったよ、あれやったよ、約束ね、こういうのをね、お願い事ね、こういうのじゃあやってねって言うと、ちゃんとやったよってね、言ってきてくれる。2匹ともね、保護犬で、全く別々の、会場から保護されてきてるんですけど、あのね、バニラちゃんがすごい大人なんです。実際年はそんな変わんないんですけど、もうね、なんかね、感覚が人間っぽいの、言うことがすごいよくわかるね、頭のいい子なんです。なるほど。動物モテモテなんです。かわいいの、この2匹ね、また来てね。
そうちゃんと聞いてるって言ってるからね。あそう、まあ、聞かれてるんですね。そうなんです、うん、きっとね、あの自分のこと話してくれてるってきっとね思ってる。でまた次の時に聞いたよってきっと来るかな、はいはい、ゲストで呼んだらいいんじゃないですか、ここに、うん、呼びたいんだけどね、なんかね動物いろいろね、あの手続きがめんどくさいらしいんだよね、個々の制約が。そう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 、あの、ね、嫌いな人もいるから、はい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 、はい、あの、まあ、確かにね、そう OK だったら犬でも猫でも連れてくるんだけど、はい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 、はい、そうなんだけどちょっとそれがあって、まあ、そうですよね、うん、好き嫌い好き嫌いありますからね。そうなんですよ、 うちのあのいたずらしまくったコニャンも、はい、あれだったら連れてこようかなと思ったんですけど、はいはい、その制約があるんでねちょっと諦めたんですが、はいはい、まあ、そのうちの猫は言うこと聞かないんです、まあ、このバニラちゃんみたいにすごい言うこと聞いてくれるとすっごい可愛いんだけどね、はい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 、もう見えますかこの傷だらけの私の手、ああすごいんですよ、まあまあね、そうもうねサポーター球取ってるんですけど、サポーターの上からかじるからね、はい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 、もう今日はね取ってきました、もうね子猫はね自由です、うん、あの走ると嵐が吹きますからね、はい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 、もう今日なんかあれですよ、水晶のこういう玉をね、うん、飾っておいてあったらそれ蹴飛ばして転がして遊んでて、もうびっくりしましたからね、まあね、ちょっとねやっぱ話し飼いになってくるとね、そうなんですよ、普段ケージに入れてるんだけど私がいる時だけ出すんですよ、はいはいはい、そうすると油断してね絶対そんなとこから取らないだろうっていうところから見つけてくるんですよ、キラキラするの大好きなんですよ、あもういやね、危険すぎてね置いとけない、うん、もう他の子たちはやらなかったんですけどね、はいはいはい、物の見事に見つけましたね水晶、水晶玉ね、うん、転がされた瞬間びっくりしましたけどね、猫ちゃんもみんな石が大好きと、はい、うん、もういっぱい石つけてますよねそういえば、いやまあちょっと売ってますからねいろいろと、そうですね、一応あのベースのホームページでも細々と売ってそろそろ新作をね入れようかなと思ってるところなんですけどね、はい、あれ、うん、あの今日紹介する、ね、そう今日あお塩持ってこ来てないじゃん、しまったしまった、ちょっとちょっと抜けてください、はい、うっとりしてた、今日紹介するって言ってたね、物を忘れてきたんですよ、今ふっと見たら何も持たずに来てるので、もうね結構あのしっかりしてるようでちょっと忘れちゃうんですね、でもね素敵な商品のはずなのでぜひご紹介をしていただけたらと思うんですが、いや、ね、結構ねうちで、うん、その人気商品ではあるんですねこちらの方、うん、あの清め塩ね御神塩ということで、うん、まあそのなんていうんですかね、まあ、あのお清めの塩なんですけど、うんうんうん、結構皆さん結構これ知らない人が多いんですけど、うんうん、新月と満月って結構大事にされるじゃないですか、うんうん、してますね、うん、でなんかお祓いってなってくると、うんうん、実は結構満月がいいんですよね、あそうなんだ、満月って太陽と月の位置がちょうど真逆になって、うんうん、要は一番離れてる時じゃないですか、はいはい、うん、でまあね、重力の関係性上もそういう風になるっていうのがあって、うん、だからもともとその物事を払うとか物事が満了するっていうこと で、うん、でそこから物事がもうどんどん、まあ、言ってしまうとちょっとこれ縁起悪く聞こえるかもしれないんですけど、うん、ここから満月からはもうどん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 もっと新月に近づいていくからもうどん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 、うんうん、言ってしまうと、うん、ちょっとその月の動きとしては衰退していく、だから終わりに向かっていくっていう形なんですけど、うんうん、だからこそその悪かったものを沈静化させたりとか、うん、そして一番離れてるタイミングで物事を切り離すっていうのがあるんで、うん、昔よくね、うん、おまじないであってでこれ信じてた人にはすごく申し訳ないんですけど、うん、満月の日にお財布フリフリってあったじゃないですか、うん、やったあれ新月にあるもんなんですよ、なるほど、ここからどんどん良くなるっていうことで、だから物事を始めるなら新月で終わらせに向かうんだったら満月っていうのがあって、じゃあ例えばお財布の負の部分はい、を払うっていう意味でのお財布フリフリはあり、そうそれはありなんですよ、それはありなんだ、うん、でもお金こいこいってやってたら、うんうん、お金が来なくなっちゃう、来なくなっちゃう可能性があるっていうね、うんうん、
まあ危険性があるんで、それぞれ振るにしても何を振るかっていうのを考えてやった方がいい、何をターゲットしてるかっていうところ。なるほど。で、まあ、その太陽と月の一番離れてるその満月の時に、うんうん、その満月の日待ちの祝詞っていうのと、うんうん、太陽を崇める祝詞と、うん、まあ、月を崇める祝詞と、うんうん、この2つを記念して入れて、うんうん、まあ、作ったお塩でございます。はい、で、まあ、もう制作風景ちょっと見ていただきましょうか。そうね、制作風景が実はもう、はい、なんかもうイベントの ね前日のこんな感じで、もうかなり不穏な空気しかない。これ一つ間違うとなんかガチャンって いっちゃいそうな雰囲気ですよ ね。これだからもうあれなんですよね、もうあえて SNS で流したら面白いかなって思うんですけど、うんうん、これもう後々 YouTube に上がるじゃないですか。これでガチャーンとかないですか。ね、いや、なんかバンされたら怖いですよね。それされたらこれですよ、原因は。うん、作ってる風景、いや、しかも、もう先日それ、うん、その神戸の方で、うん、With You っていうイベントに出てきたんですよ。で、その時にパケ詰めしてたんですね。はい、で、朝にもうこんな状態で作業してて、俺何やってんだろうみたいな、いや、やばいよね、これって言って、とりあえず、確かに、うん、この図式だけをちょっと、はい、なんか出してた。皆さん2週間後楽しみにしててください。ね、だからこれがね、裏方YouTuber がなかったらこれだよ。まあ、YouTube というよりは、ね、多分 Facebook とか、あとでベースの方で、ね、多分販売すると思います。うんうん、で、まあ、いつも売ってるっちゃ売ってるんですけど、うん、結構品切れになってることが多くて、で、ね、で、うん、ちょっとこの間、なんか、またないのみたいな感じで、うんうんうん。で、前回の時が、ちょうどその満月が、うん、なんか、月食の日だったんですよね。で、それで特別バージョンになって、で、うん、で今回はだから普通のバージョンになりましたので、また、月食と普通の時とでパワー的なものは近くなる。また月食のパワーも入ってきちゃうんですよね。月食のパワーはだからそれはすごくレアになるんですよ。おうおうおう、うん、まあだから、うん、もまあ、月食っていうのはまあ、例えばその、うん、物事がもう本当に急に消えるとか、うん、そういう意味合いとか、あと、うん、急に変質するとか、うん、そういう変更とかもあるんで、うん、まあ強いっちゃ強いんですよ。まあ、ただそっちの方はもうちょっと希少だったんで売り切れてしまって、うん、でそこからちょっと今回塩ないのみたいな感じで、うんうん、なんかちょっと、逆に毎月作ってなかったっていう毎月作ってなかったっていう。なるほどね。うん、実際これの使い方ってどういうなのか、もう本当に裏側にもね、こうやって説明でもう書いてあるんですけど、うんうんうん、まあ、なんかそれっぽくだから内職で作業してるんですよ。はい、なんか印刷したりとかして、うん、で、まあ、うん、なんていうんですかね、お部屋の払い清めとしてね、直接もう本当にばらまいて、うんうん、あと、まあ、なんか掃除機かけたりとかする払い方、はい、一番基本的な、うん、まあ、神道とかでよくやるお払いですよね。うんうん、あとあれですね、お相撲さんが塩をまくのもそういう意味で、あれそういう意味ですよね。そうですよね。場を清めるっていうのがあって、うん、で、まあ、なんか水に溶かして、うん、塩水にして、まあ、ちょっとスプレーをする、うん、まあ、ちょっと錆びる場所だけを気をつけてくださいって、うんうん、あと、まあ、お料理に入れる、うんうん、であと、うん、やっぱり一番ね、塩の使い方で重要になってくる、この番組を見ている人の中には需要があるかもしれないんですけど、はい、なんかもうちょっと取りつかれちゃったとか、はい、なんか嫌な雰囲気のところに行ったりとかね、うん、もうそれでね、もう本当に入っちゃった時は、うんうんうん、もうお風呂に入れて、はい、塩風呂にして、うん、でもう、いや、昔本当にあったんですよ。本当にもう笑いが止まらなくなって、うんうん、ケラ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 になっちゃって、わけのわからないことも喋り出して、うんうん、もう彼氏さんの方が、うんうんうん、なんかちょっと心配して電話かけてきて、はい、どうしたらいいみたいな感じになって、うん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 、でとりあえずあらじをね、お風呂にもう一袋ドーンと入れて、うん、みたいな。だからやっぱり塩って大事だな、ね、うん、そうですよね、うん、あれですよね、葬儀の時とかに帰りに塩渡されるのもそういう意味ですよね、はいはい、そうそうそう、お清め払うっていうね。でね、なんかね、うん、あれなんですよ、ちょっとこれ
言っちゃっていいのかわからないんですけど、何でも言ってください、自由に話そうですから。いやいや、なんかこう企業的にいいのかなっていうのがあるんですけど、例えばもうちょっとほら有名な何々の塩あるじゃないですか、うん、はい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 、でなんか選ぶんですよ、うん、あのどの塩がいいですか、うんうん、でそしたら、うん、あのこの塩だって言われるんですよ、うん、いやでも隣に、うん、有名ブランドの、はい、ありますね、いろいろ、ね、うん、あえて言わないですけどね、うん、楽しようみたいなね、はい、あるんじゃないですか、うん、でええでもこっちの方が良さそうだよって、いやこれっつって、うん、であのパッと裏見てみると、うん、そっちはニュージーランド産で、あの有名ブランドはニュージーランド産で、国産なんです、はい、うんうん、だからやっぱ国産の方がいいのかなって思って、うん、だから決してコストダウンのために安い塩を使ってるわけではなくって、はい、なんかあこの塩だけ国産じゃんみたいな話になって、うんうんうん、でも分かる気します。なんか、ね、あのお塩必要だなと思って、まあ、買いに行くのスーパーとかね、うん、はいはいはい、多くて高いのとかもいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、一応アラジオ種類で、でもね意外と一番安いのを選択させられるんですよ ね選択させられて、でいやいや高くてもいいんすよって思うんですけど、うんうん、なんかねそういうのが出るんですよ、うん、でただこれね別に僕、うん、あの外国のお塩をディスってるわけじゃないんですよ、うん、多分おそらくニュージーランドの人だったらニュージーランドの塩の方がいいんじゃないかな、うん、多分国民性というかなんて言うんだろう、うん、その土地のやつの方が多分パワーを受けやすいのかなみたいな、まあ、ただ日本の場合はそのお払いっていうので、うんうん、もうイザナギさんが海でやったっていうのがあるので多分やっぱり、ね、うん、日本のお塩なんでしょうね、日本のお塩がいいんでしょうね、うん、多分合いやすいんでしょうね、うん、多分、うん、そうそうそう、まあ、なんかそういうのも含めて価格的にも安いとこう使いやすいというのもありますよね。そうです、あのな前お客さんで言いました、高いそれこそあの、まあ、スーパーとかだとそれこそ100円で買えるじゃないですか、はいはいはい、それが、まあ、専門的なのを売ってるね、はいはいはい、同じ業界の方から買った雲仙のお塩をちこうやってちびちび使ってますって言われたんです。だからいやそれだったら安いのでいいのでドバドバ使ってくださいって、まあ、あのちょっと塩分過多にならない程度にね、食べる分にはなんかね、お風呂に入るときにね、うん、こう塩シャワーを浴びるときに、はいはいはい、こうやってちょびっと乗せてますって言ったんですよ。だからいやそれはねさすがにもったいない、ね、あとすごく高いし、うん、あの高級な塩買ってきたら実は岩塩だったとかね、そういう可能性あるんですよ。ありましたありました、あの、お塩を用意してくださいねって言ったことあるんですよ、はいはいはい、だからうちにあの雲仙した岩塩のこういう塊があるんですけどそれじゃダメですかって言われて、それちょっと岩塩はねちょっと別になる、ちょっと違うかなっていう、いや岩塩はね美味しいんですよね、うん、あれはちょっとそういうのに使うもんじゃないですよね、まあ、ちょっとミネラルがちょっと違うのかなっていうのがあって、うんうん、まあ、ただ昔ありましたけどあの、うん、岩塩のほら、うん、キャンドル、アロマキャンドルとか、はいはいはい、ありました ね、そういうのあの、うん、キャンドル台のあの、うん、ランプになってるやつ、ピンク色のやつね、はいはい、あれとかは別の意味で、まあ、空間浄化には多分いいと思うんですよ、うんうんうん、そうね、なんかね見た目が可愛いから買ったらしいんですけどでそれ玄関に置いてあるんですけどそれじゃダメですかって言われたら、いやそれはちょっと違う意味かなって言いました ね、ちなみに玄関の森塩って本来はあれなんですよ、うん、あのだからあのお祓いとはまたちょっと別の意味合いだったんですね。結界とかそういう意味合いですか？いやあれね違うんですよ、うん、あそうじゃないんですか？あれはね、うん、もう運を呼ぶ方の塩で、でこれ、本当に意味があの本当の意味っていうのか、だから玄関の森塩っていうのは、うん、昔って、うん、基本的に恋愛って呼ばい、うん、はいはいじゃないですか、うん、だから男性が呼ばいね、呼ばいか、うん、呼ばいだとどっか外国の名前になっちゃう、ね、ドバイっぽい感じ、うん、そうそうそう、もう男性が気に入った女性のところに来るっていうシステムだったじゃないですか、うんうん、であれで、うん、こう牛に舐めさすようなんですよ。おお、牛は塩舐めますからね。で牛が塩舐めるでしょ、うん、で牛って言ったら、うん、で昔牛って言ったら街中歩いてる牛って言ったら、うん、牛舎の牛ですよね。牛舎でしょ。でじゃあ牛舎に乗るって、うんうん、呼ばいに行く方ですよね。いやっていうか牛舎あのいや呼ばいは誰もするんですよ、男性は。あそうですね。ただ牛舎に乗ってる人って、うん、いいとこの人ですよね。そうなんですよ。
うん、だからなるべく、うん、いいところの人に、うん、うちの娘が見初められて玉の輿になるように、あの家の前で牛が塩を舐めて止まるようにっていう意味なんですよ。そうだったんですね。あれはあれいつから結果になったんですか。いやだから塩に浄化があるので、確かに塩、うん、あの神様に備える塩っていうのはあるんですよ、うん、だからそれと、うん、あのまあなんか意味合いがそういう風にいろいろになってきたんですけど、もともと玄関の前に置くっていうのは、うん、それ用だったんです。おおまあ今はないですけど ね今はまあ、うん、あの車ですからね、うんうん、そう 今だとあの何かまあ変な不浄なもの、はいはい、入るの、まあ、塩って安定した物質なので、うん、を塞ぐために置きなさいって言われる時があって、私もお客さんに言う時ありますけど、はいはいはい、だんだん使い方がこう変わってきてるんですね。そう、使い方がやっぱりね歴史によって変わってくるんですよ、うんうん、でまあ、あのあとまあ、うん、ほらお祓いで塩をまくっていうのと、はいはい、多分それがまあ置いときゃいいじゃん、うんうんうん、っていうのになってって、あなんかほら玄関の前に置いてるじゃんっていうのと多分一緒になったのかなっていう可能性はあるんですよ。だからもともとあのお祓い塩まくってすごく有名なんですけど、実はもうこれあのほんの儀式でいくと、あの煙筒って言って水に溶いて、でこう榊でシュッシュッって巻いたりとかするんですよ、はい、神社で、そう神社でやる時やってますよ ね時々あの、うん、でそうだから塩だけでもなかったりするんですよね、うんうん、だから塩と水を使うっていうので、うんうん、それで あとまあ火があればいいかなって言って切り火とかを使って、うんうんうん、で完全に払った後に朝を巻くんですよ。朝を切った朝をね、切りぬさっていうんですけど、うんうん、でだから切りぬさ、朝は豊かさの象徴なので、うんうん、綺麗にした後に豊かさを巻くっていう、うん、まあ、あの神社のねっていうか塩でここまで話膨らむとは思わなかったんですけど、うん、まあ、とりあえずあの、はい、こちらの方あの、はい、まあベースページで、はい、あの多分明日ぐらいにはアップすると思います。っていうか前のやつが残ってる可能性があるんですけど、あの商品のあれで あのね、申し込みのあれとしてはね、そうですそうですということで、もしよろしければ、うん、あのご購入くださいと、はい、新しくあの仕入れ直しましたと、仕入れ直して、はい、っていうか、あの、まあ、うちの夢マルシェには出ないんですか。その時に言ってくれればいつ、うん、今週の日曜日、今週の日曜日は僕いないですよね。いないですね。知ってます。はい、もうニョロニョロちゃんたちに会いに行くんですか。ニョロニョロちゃんたちは、うん、土曜日なんですよ。あ、違うんだ。で、うん、日曜日もそれやってるんですけど、うん、それこそちょっと前まで、うん、こちらの方で番組を持たれてた、はい、安倍学さんっていうあのミュージシャンの方がいらっしゃるんですけど、はい、うんうん、その方の、うん、そのライブの、はい、なんか司会を頼まれてて、まあ、なんか急遽やることになったっていうことで、じゃあ今週は無理ですね、うん、まあそうですね、はい、でもいっぱいありますよ、うち、まあ、まあ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 、そのうち多分ちょっと僕も高松あたり一緒に、それ遠くないですか。え、遠くないですか。高松って、高松近いよ。岡山まで新幹線でピューンって行って、岡山までっていうのをすごい気軽に言ってますけど、岡山って相当ですよ、うん、もうね、何回も今年行ったから、うん、慣れちゃった。ちょっと感覚バグってると思うんですけれども、うん、もうね、基本新幹線で行ければ近いとこかなっていう感覚に変わってきましたね。はい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 、はい、新幹線が届けばね、うん、そしたら大阪以外、あ、大阪じゃない、沖縄以外全部近いっていう計算になってくるじゃないですか、うん、そうなんです。もうなんかね、うん、四国も意外と近いんだなみたいな。はー、でなんでかっていうと、うちから羽田が遠すぎんですよ。あ、確かにね。なのでね、うちから羽田で飛行機乗って現場行くのと、はいはいはい、新幹線で行くのと時間変わらないんですよ。はい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 。なので新幹線のグリーン車を取ってゆっくり行くのがベストなんですね。ああ、はい、なるほどね。だんだんね、感覚ちょっとずれてきてるのでいやーね、僕もでもやっぱり愛知越えると、あ、大丈夫、ちょっと遠いなって思いますよ。名古屋もあるし京都もあります。
ちょっと大阪はないけど、なんかすごい圧強いんですけど、まあそのうちどこか現れると思います、はい、あの、ね、相模原も10月と12月ありますからね、はいはい、いやもうね10月12月になってくるとね、うん、ちょっと僕あの2ヶ月先になってくるとねちょっと未来すぎてわからないんですよ、もう本当に12月なんかすごいですよ。橋本が土曜日にあって、はい、翌日の日曜日が相模原ですから、はい、私たち死にそうですけどね、まあ、多分どこかに出てると思います、はい、その時にまたこのお塩も販売するいやその頃にはねもう新しいやつが入ってますよ。新しいやつ入ってますよ。あの夢マルシェバージョンで作ってもらいますからね、はい、はい、あのぜひぜひということで、はい、ね、ね、はい、でもう一つのお話があったんですよね、うん、そっちの方先にやろうと思ってたんですけど、ちょっと先にだって塩忘れてきたから、そうですよね、いや実はですね、うん、あのほら先日、まあ、あのもう毎回この番組の方をご覧になっている、はい、あの視聴者、まあ、多分30万人ぐらいの視聴者の方々には、いればいいけどな、うん、あのもうご存知の通りなんですけれども、はい、あのまあ、僕はあのこの間まであのちょっとあの選挙に出てるというね、はい、なんかちょっとそういうこともあったんですけれども、うんうん、その選挙ででまあ、ほら例の、ね、うん、はい、事件があったじゃないですか、ね、これでちょっと今話題になってるのがこう、うん、はい、政治と宗教という点で、はい、うん、あのまあ、一応僕も古神道祈祷師ということでね、うん、はい、気がついたらこれ2つ揃っちゃってるっていうことで、うんうんうん、実は雑誌の取材を受けてきまして、はい、こちら、ね、はい、これの記事ですね、このね宗教問題っていうね、うん、あの雑誌の取材を先日受けましてですね、うん、はい、おそらく今月の末ぐらいに発売されるであろう、うん、はい、これってそういう本屋さんで売ってるんですか？なんか売ってるみたいですね、まあ、もしくはまあなんかアマゾンとかで注文するっていうか、うんうんうん、まあ、今見たらネットでも普通に売ってはいたんで、まあ、そうですよね、うんうん、まあ出てるんですけど、うんうん、まあなんかちょっとどういう内容になるのかなっていうのはちょっと正直あの半信半疑なところがあって、はい、あの一応その完成案みたいな感じで、はい、出てきたのを見たら、池田ですね、うん、いやちょっとその書き方はまずいんじゃないかなっていうので修正を頼んだんですけど、どこまでちゃんと修正してくれるのかなっていうの、ちょっとやっぱりあのほら雑誌とかって、うん、あの意図とちょっと別になって、はい、てるだんだんちょっと脚色されちゃう時があるからですね、ただこの中でちょっと僕が訴えたいことは一応伝えて、うん、そこに半分ぐらいは割いてくれてるっていうのあるんで、うん、はい、なんか前半半分はいやなぜ僕があの選挙に出たのかみたいな感じのことがバーンってあるんですけど、まあだからこの中で、うん、まあ、ほらそれこそ宗教っていうともう本当にネガティブなイメージを持たれるじゃないですか、うん、はい、でまあなんかもう僕が常にいろんな人たちに言ってるのが、うん、そのよくその宗教を皮肉る時に、うんうん、信者と書いて儲かるっていう字になりますよ、だから信者は儲かるんですみたいな感じのことを言って、うんうん、要教祖がボロ儲けして信者を餌にして儲けてるっていうのを、うんうん、まあ、皮肉ってくるんですけど、うんうん、これ実は意味合い違って、はい、信者自体が儲からないと意味がないです。信じてる人が儲かってこその宗教だと僕思うんですよ ね、 そうですね、だからその神様を信じて、うん、その人たちがメリットを得てないと、うん、それってなくていいじゃないですか、うん、だから心が救われるそれでもいいんですけど、うん、何らかの形で言う、じゃあその分豊かになってないですよとか、うん、貧乏になってたら全然意味がないんですよって、うん、でもうそれができてなかったら僕はその宗教の力不足だろうって思ってるんで、どんだけ信者がいようが、はい、どんだけ権力があろうが、うん、なんか信じてる人が幸せになってないで、それごまかしなになってたら、うん、もうそれは僕の中では、うん、なんかあの、うん、神様の、うん、なんかこうあのね、まあ、神様利用してるだけですよ ね、 要はねっていうか、まあ、神様のあれなんか顔に泥塗ってるなっていう、うんうん、っていうかまあだってそれって言ったら神様の力がないうんうん、っていうのを言っちゃってるようなもんじゃないですか、うん、だから僕の場合はどちらかって言ったらもう神様すごいぞっていうのをずっとやってるんで、うんうん、まあ、必ずそれ以上のメリットを得てもらわないとっていうのを、うん、あの思ってやってるんで、だからうち信者とかそういう考え方って全くないですし、うんうん、僕も教祖ではなくてあくまで一人でやってて、うん、あの乗っかりますかっ
っていうやり方をしてるんで、うんうんうん、もうあれですよね、あの投資に近いものがありますよね。はい、そうですね。確かに。僕がとりあえず、あの、欲し、あの、なんか、ご利益が欲しいんで、うんうん、あの、神様にお願いするんで、こうこうこういうチャンスがあるんだけど、うんうん、乗っかりますか、一口っていうやり方をしてるんで、なんか、まあ、他とはちょっとスタイルが違うんで、うんうん、で、まあ、そこの部分とかをちょっと語らせていただいたっていうのを、はい、まあ、うまく伝わってるのかなっていうところで、うん、もしよかったら、ちょっと他にもなんかいろいろ宗教について面白そうなことが書いてあるので、うんはい、まあ、よかったら、一か八か読んでいただけるな。一か八か。いや、もうなんか本当にちょっと、まあ、ね、書かれて、うん、いや、実はもうそうやっていい風に言ってて、うん、なんか、まあ、あれっつって言って、どんねん返しって、うん、あります、あります。なんか芸能雑誌とかがよくやるじゃないですか、うん、そう、言い方悪いけどちょっと信用できないところあるんですよね。そうそうそう、だからそこのところで、ね、まだちょっと、うんうんうん、だから結構中立に書いてそうな雑誌だったんで、はい、いただいて、うんうん、うん、だからそうは取って、あの、うん、なるべく信頼はしてるんですけど、はい、なので一応まあ、うん、ちょっとあの、はい、また取材されましたよっていうのを、はい、ちょっと報告 しておこうかなと思いました、はい、それこそまた発売後に実際のところを見ながら検証で、ね、検証していきたいなと、ね、いやだからあの、うん、送った元ネタ の、うんうん、あのこの修正案ですっていうのを出したから、うん、逆にあのねちょっとひどいことを書かれてたりとかした場合には、うんうん、いや僕これで提出してこういうことになってましたっていう、うんうん、あの暴露 YouTube とかできますからね、はい、そちらもまたちょっと楽しみにしていただけると、でも、まあ、なるべくいい風に書いてくれると僕は信じてますからね、うん、そうした場合にはあのなんかちょっとあのね、いい意味で宣伝してね、いい意味で宣伝になるといいなと思ってます、うん、いやあの本当にねちょっとね、うん、宗教イコール怖いってイメージがまたさらにね、うんうん、広がっちゃったんですけど、あの昔からあったんだけど時々こういう変な人が出てきて、いや変な人っていうか、うんうん、儲かっちゃうんですよね。で、うん、あの競争がね、だ、うん、あの騙せちゃうんですよ。そうですね、うん、あのある意味なんていうと信者の人たち自体がさっきの私の岡山までの、はい、距離感の、はいはい、あのなんていうでしょう、慣れによるこう麻痺感っていうんですか、それと同じなんですよね。あとやっぱりね、うん、ちょっとそのバグらせる技術があるんですよ、うん、だから、うんうん、その僕もそういうインチキ占い師のテクニックとか全部知ってるんで、うん、あの騙し方とかも知ってるんですよ、うん、言ってしまったら。ただそれをやらない方が面白いっていうのと、うん、そっちの方の奇跡の方がこっちとしては楽しいんで、それやっちゃうと、うん、うん、自分の信仰心を失っちゃうんですね、うん、だって神なんていないじゃんってなっちゃうんですよ、うんうん、でそれが一番面白くなくって、うん、僕その件に対してちょっと面白かったエピソードがあるんですけど、うん、ちょっとお時間の方が来てしまいましたので、はい、またそちらの方ちょっとあの強烈なバトル話あるんで、また来月ですかね月一で、ね、はい、そう、まあ、毎回あの何をお話し出すかね、わ、ね、からないっていうところで、本当にね、あの来る時までネタなしって言ってたんですよ。昨日の段階ではあの顔写真しか決まってなかったので、いやだからフェニックス君との話をしようと思ってて、はい、いや実はね、その後日談があって、その飲んだじゃないですか、はい、でそしてこんあの、うん、本当に一昨日イベントから帰ってきた時に、はい、一昨日月曜日、うん、月曜日の朝帰ってきた、うん、新幹線の出口でばったり会ってるんですよ。見た、おー言って見た。でそしたら僕はだからイベントから帰ってきて、はい、あの新幹線今降りたところだ、彼はイベントが前日にあって今から乗るとこだみたいな感じで、おーみたいな感じなんだけど、あの一緒に記念撮影しようと思ったら、うん、時間ないですよね。いや違う違う、素顔だから、あそうそうマスクマンの正体を明かせないから証拠写真が撮れないっていう、ダメダメ、あの、ね、もうちょっと涼しくなったらスリーショット行きましょうか ね、ちょっとね暑苦しいですよ。ちょっと今は暑苦しいので、ちょっとこの時期だと、はい、しっかりね予定を立てて、まあね、はいはい、またタイミングでね、はい、あの彼が来るタイミングとかもあれば ね、全国回ってますからね彼はね、はい、あの決まり次第、はい、あの割と急ですけどね、決まり次第皆さんにまたご報告したいと、ね、番組の方を、ね、ずっとチェックしていただけると嬉しいと思います、うん、はい、もう、ね、あっという間に、ね、終わってしまいました、はい、はい、あのそうなまた来月ですね、はい、続きで、
何がですか。来月来ていただきます。なんかいや僕月一ゲストみたいな設定になってきてるんです。うんね、ネタが面白いんだもんだって。まあじゃあそちらの方ね、うん、アンケートの方番組の方にいただけたら次回の登場が決まるというシステムで、まあ視聴者からの反応がないとちょっと僕モチベがみたいな。一人でもいたらもう決まりですね。じゃあね、じゃあなるべくその方向で、はい、じゃあぜひご連絡をお待ちしております。はい、そして来週なんですけれどもマリコットさん、久々のご登場で、最近ね殺到されてたりしてね、はいはい、アクティブに動かれてるので、ちょっとまたねそういう話も聞いてみようかと思っております。はい、今日はありがとうございました。いやいやいや、じゃあ失礼いたします。お堂終わっちゃった。ではまた来週、ね、ありがとうございます。